ですね、今は家の近くにちょっといるんですけれども、良くないニュースですね。年に、2、3回ぐらい、まあ、持病というか、蜂窩織炎という足に、大きな腫れ、痛み、熱ができる病気があるんですけど、そちらの方にちょっとなりそうみたいな感じだったので、今日私は病院の方に行って一応薬の方を処方してもらいました。こちらですね。こちらは何かというとですね、抗生物質の方です。で、こちらの方を、一応食べることによって、まあ、一応その足の方の細菌の方を、一応消すような働きがあるみたいです。今はですね、足の方が結構腫れているような状況で、こんなです、こんな感じですね。こちらの、わかりますかね、こちら、松葉杖、韓国語で言うと、もっぱらって言うんですけど、こちらを利用して今ちょっと歩いているような状況です。やっぱりこちらの方もいろんな、食生活であったり、まあ、いろいろ危険はあるみたいなんですけど、一番でかいのはやっぱりストレスだというふうに言っています。今のストレスというと、やっぱりその以前の会社の方の労働庁との兼ね合いで、それの手続きがうまくいってないというのが一番問題なので、早くそちらの方を解決できるように頑張っていきたいと思います。ここ数日足の方が痛いですけれども、これから3日間ぐらいは安静する予定です。そうですね、こんな感じで、やばいですね、こんな感じでね、こんな感じでいく感じです。ちょっとこの後、足の方の状況がどんな感じなのかっていうのも、載せてみたいと思います。それでは、足の方が良くなることを、こっちの足なんですよね、ここの部分なんですけどね。それではまた元気になって会いましょう。